キチャンネルジョッ。さあということで月曜日ということで、金土日25、26、27、12球団全試合総チェック、さあやっていきたいと思います。さあということでロッテ対ソフトバンクから首位攻防戦、25日、金曜日7対4でロッテ、そして26日3対7でソフトバンク、そして27日8対4でロッテということで、ロッテの2勝1敗で勝ち越しというところでね、ゲーム差が1になりましたけども、ロッテは今週2勝4敗借金に、しかしソフトバンクは1勝4敗引き分け1回というところで、両者足踏みだから、まあどっちにとっても良かったねっていうね、話になりますけども、金曜日7対4でロッテというところでね、まあソフトバンクね、デスパイネが先制ホームラン打たれる後に、まあ2回ね、ノーアウト1、2塁藤岡のね、ショートゴロ超イージー、もうダブルプレーでね、いけるぞっていうところでシュート、バンブルエラーね、エラー7個目っていうところで、これで8個になったのかな。あれはね、正直言いたかった。まあソフトバンクとね、もうロッテの、まあ、全部の戦いで言えばね、もうあのソフトバンクはエラーしてフォアボールいっぱい出してもう負けるっていうね、もう今年はほぼ自滅っていうね戦い方になってますけども、まあこの金曜日の試合もね、まさにその通りというところで、まあその後ね、柿沼がバントで送って、まあ荻野三振、そしてここから福田、マーティン、安田、中村4連打で一気に5点、エラーなければ1点で終わってたんじゃないのかなっていうところを、一気に5点、もう勝負決まりましたっていうね展開になりましたけども、まああとね、ソフトバンクの松本ね、リリーフも踏ん張れずね、まあ8回2失点というところでもジェーンドという形になりましたけども、まあ3、4、6回、まあランナー出すもね、ダブルプレーで攻撃を潰すっていうところでね、まあピッチャーこう2人ね、グッと、まあなんとかね踏ん張ったかなっていうところもありますし、まあ7回ね3得点して一気にっていうところでね、ここ一気に逆転できずっていうところ、ここで一気にね逆転してればひょっとしたらねっていうところはありましたけど、まあロッテと違ってね、一気に集中打っていうところはね出せなかったかなっていうところもありますし、まあ8回9回でね、ロッテは沢村、増田、グッディープ、沢村がねロッテに来てストライクが入るっていうところと、あとはまあ他のね対戦チームが初対戦っていうところも多いんで、まあまだねあのバレてないところもあるんで、しっかり抑えれるんじゃないのかなっていうところもありましたね。まあソフトバンクはね、ムーア松本フォアボールゼロというところでね、まあここは今までとねちょっと違った傾向かなっていうところもありましたけども、まあ2回のね、まあエラーからの一気に5点、もうほぼ自滅っていうね形で、金曜日終わりましたね。で、土曜日3対7でソフトバンクの勝ちというところで、こちらあります、日刊スポーツ佐々木評論ここ載ってます、シュートを倍返したっていうねところになりましたけども、まあここね、まあフォアボールが少なかったっていうところが、東山のね1個で、まあ森出の森がね1個ずつ出しましたけども、まあフォアボールが少なかったっていうところもありますし、まあ東山がね立ち上がり若干制球悪くてね、ボール先行して、連打されて、まあ3回で2点1点と取られて3失点するところありましたけども、まあ大量得点でね守られたっていうところもあって、まあ4回以降はねストライク先行で投げ切れたかなっていうところで、まあ勝ちがついた。まあその中でね、まあフォアボールが少なかったっていうところで、まあ大量失点にねならなかったのかなと。でまああとはね、周東がまあ昨日のねエラーを、取り返すように、まあ、この日はですね、4打数3安打、1打点1得点と、しっかり活躍で、まあ、攻守も見せたというところでね、しっかり次の日にねカバーできたというところは中特区、ね、非常に素晴らしかったかなと。これね、数字下げてカバーしてもあんまりね、まあ、意味ないとは言わないですけど、ちょっとあんまりねインパクトが少ないというところでね、ミスをした次の日にねしっかりバットでも守備でも取り返せたっていうところは非常にシュートクプレイだったかなと思いますね。2回にあのノーアウト1、2塁で、バントしたんですよね。でそのバントが、川瀬がね、バントして、それね正直ね3塁いけたんですよね、後方カメラから見てみるとね。でその時に影沼がね早々とあボールファーストといった形でね、指示してたっていうところで、あそこね3塁いってれば、2回のね失点っていうところは、まあ、なかったんじゃないのかなっていうところもね、ちょっと判断ミスっていうところもあったりとか、まあ、フォアボールね、吉久がね8個と、まあ、ミスの中でフォアボール出す、そうなってくるとね、いくら乗ってても厳しいっていう戦いがね、まあ、土曜日に見えたかなと。で昨日27日8対4でね、まあ、ロッテの勝ちというところになりましたけど、まあ、ソフトバンクはねもう全体10四死球で、ね、エラー、それでは勝てませんね。初回ワンアウトから中村がねデッドボール、マーティンフォアボールで、安田のねサードゴロをね中村セカンドスローしてマーティンのね背中に当てるっていうところで、あそこでねしっかりもしダブルプレー取れたならばもうそれで終わってた、もしくはアウトが一つだったとしても大量失点にねならなくて済んだんじゃないのかなっていうところもありますし、まあその後ね井上がレフトへタイムリーツーベース、福田センター前タイムリーというところでね一気に4得点っていうところで、もうほぼゲームを決めたかなと。
でその後ね2回ワンアウトからね中村フォアボールマーティフォアボール安田三振で井上がねまたレフトへタイムリーツーベース2打点で福田ライトへタイムリーっていうところで前半でいくら4点取ってももう無理っていうところでねもう2回で勝負が決まったかなと。しかも全体でね10四死球でエラーもするっていうところでやっぱりさすがにこれじゃ勝てないってねいうところで2勝1敗でねロッテの勝ち越しってなりましたけど、しかもマーティン5つフォアボールかーみたいなね、何がしたいのみたいなね、まあ、わざと歩かせたところがあったのかなかったのか分かりませんけども5つのフォアボールすごいねっていうところで終わりです。2勝1敗でね、まあ、ロッテの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、まだ1ゲーム差で、そして、首位ソフトバンクと2位ロッテの直接対決があと9試合あるっていうところでね、まあ、今後どういう展開になってくるのか、ちょっとこの戦い見てるとねロッテに分があるんじゃないのかなっていうところがね、はい、感じましたね。で続いて、オリックス対日本ハム、25日9対2でオリックス、26日6対5で日本ハム、27日12対8でオリックスというところでオリックスが2勝1敗、ここに来てオリックスが絶好調というところでオリックスは今週1、2、3、4勝1敗1分け、日本ハムは1、2、3勝3敗の5分というところでね、オリックスがね調子を上げてきてるっていうところで、金曜日あんまり日本ハムね、マルティネス、前回も悪かったけど、今回も悪いっていうところで、まあ3回3分の1、79球、5安打4三振、5四球、2デッドボール、6失点。いいところを見つける方が難しい投球がね、に見えましたけどね。あとまあチームもね、典型的な、負けパターンかな、今季っていうところで、まあ2回ね、西浦が、フォアボールで出て、伏見のね、ショートゴロ、中島はね、中島が後逸、で、ワイルドピッチ、で、福田タイムリー、からの盗塁で T 岡田フォアボールで足立がね、2点目の犠牲フライというところで、まあ、ミスをねしっかりついたオリックス打線というところは素晴らしいですけども、まあ、この時点でね、金曜日時点でチームエラー数57とねパリーグ1位というところでやっぱりこのねミスが、失点につながっていってしまうというところも非常に日本ハムもね厳しい戦いになってますし、まあ、4回ね、福田が、レフトにタイムリーで盗塁して T 岡田フォアボールで足立ショートゴロで吉田敬遠の中でモヤが満塁ホームランモヤグッズね、ここに来てもやがね打ちまくるって、今まで何やってたんだっていうね、まあ、怪我もあったのかも分かんないですけどどこにいたっていうところですけども、まああとはね、まあ、オリックスね山岡相手にこれではねさすがに勝てないというところで、まあ、6回3分の2ね119球7安打3三振3四球2失点、まあ、なんとかね粘ったっていうところと大量失得点にもね恵まれたっていうところで、まあ、しっかりオリックスがね相手のミスフォアボールからねつけ込んでそのチャンスを一気にものにしたっていうねいい戦い方だったんじゃないのかなと。で26日はね6対5で逆に日本ハムの勝ちというところで、まあ、T 岡田がね12人目の全打順ホームラングッドね、佐々木も1番だけホームランを打たなかったというところでね12人目素晴らしいんじゃないのかなと。でね1回8回とホームラン完璧だったし、まあ、アルバースもね、自分の持ち味を発揮したピッチンググッピッチでしたし、まあ、モヤはね、3本目のホームランで今週ねで8打点で完璧な試合展開で杉本のね2本内野安打というのもグッド、まあ、素晴らしいねヘッドスライディングもあり、ランニングもありというところで粘り強いバッティングだったかなと思いますけども、完璧な試合展開、もうオリックス絶対勝ったんじゃないのかっていうところで満を持して守護神ディクソン9回ワンアウト取ってから太田フォアボールで代打ワンボールをねライト前ヒットで平沼フォアボール、このね2つのフォアボールが痛い、ここでなぜフォアボールかっていうね、なぜ勝負できなかったっていうところ で満塁になって清宮が3点同点タイムリーツーベースグッ、まあ、清宮はね金曜日に出したね動画でも言いましたけども、いい当たりはね出てると悪くないと、対西武戦かね、ヒットは出てないけどもタイミングも良いし当たりも良かったと、内容は素晴らしいって言ってたところでね、やっぱりそういうアウトになっても内容をしっかり持ったバッティングをしてるとこういう風にしっかり打てるようになってくるんですよね。だからまあ結果ばっかり追いすぎるとね、まあ、ここも難しいんですけど、なかなかねいい方向に結ばないところで、ボンダでも積極的に打ってた、そして内容も良かった西武戦ノーヒットだったけども、まあ、今回のねようにつながるなと。で昨日もね代打でホームラン打ってたというところで清宮グッドですっていうところでね、まあここで、で、その後ね、10回、2アウト1塁からね、太田がライトへね、タイムリースリーベース、いいところに落ちたっていうね、で、その後、鶴岡、グッと、まだまだ元気っていうところでタイムリーヒットというところで、まあ一気にね、試合を決めたっていうところもありますし、まあね、ここオリックスとしては非常に厳しい敗戦だったかなと。まあただね、9回裏、ワンアウト満塁で若月三振、義母三振というところでね、まあ義母に対してはスライダー、ボール、で、まっすぐまっすぐ見逃して、でスライダーボールで2エンド2からストレートファールでストレートど真ん中ね見逃し三振
全体的にストレートは手出してないんでスライダー待ってたかなっていうね、まあ、ベンチの指示もあったのかなっていうところでね、まあ、いい方向に進まなかったかなっていうところで、まあ、9回ねサヨナラチャンスあっただけにもったいないっていうね、オリックスは完全に勝ち試合を落としちゃったなっていうね。で27日、まあ、12対8というところで両チームよく打ちました。グッド、オリックス20安打素晴らしい、清宮ねホームラン、そして日本ハム田宮プロ初安打、グッド、ナイスバッティーというところで、もうあんまり打ちすぎてるんで、中の話はしません。というところで、オリックスが2勝1敗で勝ち越しというところになりましたね。さあ続いて、楽天対西武、25日4対5セーブ、26日1対5セーブ、そして27日2対6セーブ、セーブ、3連勝というところで、楽天は3勝3敗、ロッテに3立てして西武に3立てされるっていうね。で西武は4勝2敗というところで、2つの勝ち越し。まあ、楽天はね、正直このロッテにね勝ち越した勢いでこの西武にね全勝とは言わないまでもカード勝ち越し2勝1敗でいってればね面白い展開になっただけに、西武がねこのロッテと 4.5 ゲーム差になったっていうのはね、せっかく3連勝したのにっていうねもったいなさがねかなりあるっていうね戦いになりましたね。でまあ25日ね4対5で西武というところで、西武ね前日から打順大きく変更で、これがねまあ得点演出したかなっていうところでね、まあ1対0のとこから4回裏ね2番源田がセンター前で、スパンジェンバーグライト前で、メヒアがねセンター同点タイムリーからの中村く栗山がねつながらなかったっていうところで1点止まり、ここねもうちょっとつながってドンってね、まあ勝ったけどね行きたかったかなっていうところもありますね。で5回裏、2対1で負けてるところで2アウト3塁、スパンジェンバーグフォアボール、メヒアライトへ逆転タイムリーで、中村、ライトへツーベースで、メヒアがねホームインっていうところで、まあ、タイミングはね完璧にアウトっていうところでしたけども、まあ捕手をね下妻ねこれ胸にタッチしに行ったね。やっぱりねホームのクロスプレーはキャッチャーはねベースの上にもう置いとくぐらいのタッチしに行くと手が入るっていうところでね、非常にこういったところはね、まあ、どこのキャッチャーもそうなんで、ちょっとね再教育必要なんじゃないのかなと。もうちょっとねホームのコリジョンに対するクロスプレーのねタッチの仕方っていうのはもうちょっと練習したり勉強したりねする必要はあるんじゃないのかなと、選手も含めてバッテリーコーチもねっていうところも、感じましたね。でそれで、まあ、4対4ね同点になってから7回裏ワンアウト2でね、スパンジェンバーグセンターへ勝ち越しタイムリーというところで、この源田スパンジェンバーグの活躍が素晴らしいということで、ね、このね打順の変更っていうところが非常に生きたんじゃないのかなと。で逆に楽天はね浅村4対4打数ノーヒット、やっぱ浅村のね存在感というのは非常にでかいんで、やっぱ打てなかったらねなかなか勝つのは難しいかなと。その中ね8回、ワンアウト2塁でねロメロ時ワイルドピッチね、で2塁もぎ一気にホームへというところで、まあタイミングがね完璧にアウトっていうところでですね、まあワンアウトなんでストップでよかったんじゃないのかな、そこ無理してねいけるとこじゃなかったんじゃないのかなっていうところも、感じながら、ロメロのねバッティングに期待した方が良かったんじゃないのかなっていうところもねちょっともったいなかったかなと思いますね。で26日1対5で西武というところで、まあ西武はねノリンが緊急降板というところで、その後ね中塚、まあ小川、国場、宮川、森脇、平、ギャレットとね、まあ、中津が1失点しましたけど、まあ、よくねこの緊急降板の中で中継ぎがね最強のリリーフで、試合をね、作り上げたかなってね、中継ぎでゴッピッチームね。で5回、2アウト2塁ね、セカンドランナー田中で、バッターね小深田センター前で、センター木村ねホームへグッスローで、その中森のベースタッチグッスローね、このね先ほどの下妻と違ってこの森のねタッチもうベースのとこ置いとくだけで、もそこにねランナーが勝手に来てアウトだった。あれもしもまたね胸にいってるとセーフになった可能性あるだけに、この森のねベースタッチは非常に良かったかなと。この下妻とね森のこのタッチの違いっていうのをね、これもし動画をね見れる試合の動画を見れる方がいればね、その動画を見て確認してほしいね。もしここで動画が使えたら佐々木がねこう確認しながらチェックできるんですけど、さすがに著作権あるんで動画使えない、ここが苦しい。そしてですね7回裏、下位打線森がね4打数3安打ね今日で、ライト前ヒットでチャンス作って、源田がね、タイムリースリーベースでスパンジェンバーグセンター前とっていうところで、まあ、源田が4打数3安打2打点4打数2安打1打点とね、この下位からね上位につながる打線というのも非常に良かったかなと。まあ、ここに来てね打線の組み替えというのが非常に効果的に効いてるんじゃないのかなっていうところはね西武打線思いましたね。で楽天はね4回裏2アウト1、3塁、ワイルドピッチで失点、太田バーンとあれは止めれたかなっていうところでね、でまあこの試合も鈴木大地3打数ノーヒット、浅村3打数ノーヒット、さすがにこれではきついっていうところでね、逆に西武打線はねこの2人を、西武の投手陣ね、この2人をしっかり抑えてるっていうところがね、勝ちにつながってるんじゃないのかなと。で、昨日2対6で西武というところで、まあ、楽天はね、3戦で、鈴木大地は金曜日の1安打のみ、で、浅村はね、この3戦ノーヒット、さすがに苦しいっていうね、で逆に西武はね、浅村に対して、まあ、1、2戦目はね、変化球中心、
まあ、ニールで、まあ、ノリン、まあ、中塚小川とかで出たところもあったんで、1、2戦目は変化球中心で、3戦目は一気にストレート中心ね、松本にして、この3連戦をね、うまく線でつなげて、浅村をね攻略したかなと。で、平に至ってもね、2戦目はね3球ストレートどんどんどんで三振を取って、昨日はね最後はね変化球ちょっと多めにして見逃し三振というところで、非常に配球的にも考えられたこの浅村をね打ち取っていくためのこの3戦を考えた線でのね配球っていうのは非常に素晴らしい組み立てだったんじゃないのかなっていうところでね、まあスコアラも含めて非常にいい仕事をしたんじゃないのかなっていうね。で、まあ3回でね、5得点取って、これでね、まあ試合を決めるっていうところでね、一気に西武3連勝ね。西武は現在4位、3位楽天と 1.5 ゲーム差っていうところでね、まああとどうこうなっていくのかっていうね、ちょっとパリーグはね、もう1位2位はほぼ決まったんじゃないのかなと、この楽天の3連敗でねっていうところがありますけど、まあ今後どう戦いになるのかっていうところで、パリーグはおしまい。今日はね早いよ、もうねコンパクトにしてんだよ。それなぜだかっていうとね、剛速球とかねお酒の話はね回るのにね、金曜日のもう総チェック回ってないんだよ。これ何、長いからなの。だから今回ね、ちょっと試しにちょっと短くするよ。短くなってるか分かんないけどね、編集後でも。どうしたのみんな、もう飽きたの、飽きたのかな、もう諦めてるから見ないのかな。でもやるよ、佐々木は頑張って。こうなってくるとね、逆にね燃えるんだよね。佐々木はね、劣悪な環境に置かれる方がね逆に燃えるんだよね。だからってね、あんまり落ちすぎたら本当にやめるよっていうところでね、頑張っていきます。はい、セ・リーグ広島対 DeNA、はい、25日5対3で広島、26日2対5で DeNA、 そして27日1対3で DeNA というところで、 DeNA の2勝1敗で勝ち越しというところで、 DeNA は 1、2、3、3勝3敗、月曜日からの試合も含めてね。で、広島は1勝5敗苦しい、最下位ヤクルトと 0.5 ゲーム差、 DeNA は今 0.5 ゲーム差で3位っていうねところになってますけども、まあ金曜日でした。広島、床田7回114球8安打9三振1フォアボールで1失点、5回ね、ワンアウトから梶谷、外、オースティン、3者連続見逃し三振、グーッ、素晴らしい。対角線のね、ストレート、スライダー、本当に素晴らしかったなっていうところもありますし、あとね、キャッチャーの坂倉、キャッチング、グッズ。キャッチングうまかったね、この対角線に来るね、外、オースティンのインコース低めのキャッチング、素晴らしかった。まあね、外、オースティンが判定をね、復刻に思ってたけども、キャッチングのね、ストライクっていうのもあるかもわかんない。もちろんね、床田が素晴らしい投球したっていうのがね、一番だけどもね。まあ、今シーズン全体で見てて、いいとこだと、悪いとこだの差が、大きすぎる。いいポテンシャルめっちゃあるし、いい投球できる。でも、いい時と悪い時が激しすぎるんで、ここをね、来季のポイントとして、やっぱ安定的にね、できることで、もっと、ほんと10勝投手になれるチャンスね、毎年ね、10勝稼げるような、投手になれるチャンスはあると思うんでね、そこら辺がちょっとね、来季に向けて、床田本人のキーポイントかなっていうね、ところあります。で、DeNA、井野。前回に比べてね、ちょっとコントロール甘いし、変化球高かったかなっていうところで、まあストレートのね、逆球も多い中、3回ね、田中にライトへホームラン、で、2回ペレラのね、スライダー高いところ、センターへタイムリーツーベース。で、ちょっとね、6回で、ノーアウト1塁、松山にね、高めのストレート、タイムリーツーベースというところで、インコースで狙ったのがね、アウトコース行って、で、田中にホームラン打たれたりとか、ちょっと逆球も目立ったりとか、変化球が高めに浮いたかなっていうところで、まあ失点をね、重ねちゃって敗戦っていうところですかね。で、2対5土曜日っていうところでね、広島森下、7回115球11安打7三振、1フォアボールの1デッドボールで4失点。まあ甘い球もあり、まあ調子はね、良くなかったけども、ちょっと粘り強いね、投球できてたんじゃないのかなって、佐々木の目は、そう思いましたね。で、4回ね、宮崎にセンター前ヒット。で、ロペスがね、まあ記録は内安打ですけども、これ正直、堂林のエラー。気味。あれを取ってれば、ここの失点ってなかったと思うんだけども、で、それで、倉本がレフトへタイムリー。で、2アウト2、3塁になって、梶谷の時にね、ワイルドピッチ。これはね、坂倉、止めなきゃ。あそこは。カーブね。カーブ大きいから難しいけど、止めなきゃ。ね。で、そこで2失点っていうところで、まあ、堂林のね、ミスとこのワイルドピッチっていうところで、まあ、ミスで失点をして、ちょっとね、リズムが悪くなったかなっていうところで、まあ、4失点ね。まあ、調子はね、そんな、じゃあめちゃくちゃは良くなかったと思うけど、粘り強く投げてたし、まあ、いいピッチングしてたんじゃないのかなとね、思います。ね、攻撃陣も6安打ね、チャンスほぼ初回以外なしっていうところで、さすがにこれはね、厳しかったかなと。で、DeNA はね、浜口、6回102球、5安打4三振、1フォアボールの2失点というところで、まあ、初回ね、2失点するも2回以降ね、変化球を低めに集めて好投、ピンチはほぼね、それ以降はなしっていうところで、グッピッチング。
本当にね、低めのチェンジアップ系スライダーとかね、変化球特に低めに集めれたかなと。で、5回裏ね、ワンアウト2塁で高城ね、3塁側へ弾き切ってけど、素早くね、それを候補してランナー菊池をね、3塁アウト、グッド。あのね、ポンってやってもその後、ね、スピーディーに動けるかどうかっていうところも非常に大事なんで、そういったね、プレーも非常に良かったかなと。で、宮崎がね、5打数4安打1打点1ホームラン、ロペスがね、5打数4安打1打点とね、打線も援護して、しっかりと5対2でね、勝ち切るっていうところ で日曜日、3対1で DeNA というところで、まあ、広島ね、3安打ではきついってね、松山のホームランのみっていうところで、まあ、その中でもね、6回菊池がね、セーフティーバントセーフにして、大森フォアボールと、一死一塁ね、チャンスを作ったけども、まあ、野間が三振、田中ライトフライとね、まあ、これで自エンドかなっていう形ですね。まあ、DeNA 大貫はね、まあ、昨日の浜口に続いてね、で低めの制球ね、特に良かったかなと。スライダー、スプリット、グッド。あとね、ツーシームとアウトコースのね、スライダー、ストレート系を使って、内外にね、幅を使った投球でね、高低っていう低めを使った投球っていうのが非常にできてね、チームトップの7勝目、グッド、素晴らしいね。で、2回ね、松山の打席でセンター梶谷、ジャンピングダイビングキャッチ、グップレイっていうところで、ああいうところでもね、守備をでね、この大抜きを盛り立てたかなと。で、7回ね、坂倉のライトフライ、オースティンね、フェンスギリギリ、ジャンピングキャッチというところで、まあ、このね、大抜きの好投守備もね、しっかり盛り立てて、引き立てたことによって、この3対1とね、僅差のゲームをね、勝ち切ることができたかなというところで、DeNA の2勝1敗の勝ち越しというところで、続いて、ヤクルト対阪神。25日6対3でヤクルト、26日に第1でヤクルトで、3対9で日曜日が阪神というところで、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しというところで、ヤクルトは2勝4敗、阪神は3勝3敗というところの1週間になりましたけども、まあね、阪神はね、ちょっとあのコロナで大量離脱っていうところがありましたけども、いろいろ喋ろうかなと思ったんですけども、取材を重ねて重ねればほど何がどうでってなかなか言い切れなくなってきたんで、これはまだ取材続行中でございます。はい、阪神ね、西勝負どころでね、球甘くなってヤクルト打線にね、しっかり仕留められるっていうところで、若干こう勝負どころでね、甘く制球甘くなっちゃったかなと。ヤクルトはね、チャンスを見事に生かすというところで、まあ、初回ね、青木がスライダーライトへホームラン、4回裏ね、ツーアウトから浜田がセンター前、西浦ね、ライト前で、ここで西浦盗塁して、エスコバーがね、センター前2点同点タイムリーというところで、まあ、あのツーシーム系ね、詰まりながらもグッドバッティングっていうね、しっかり力で打てたかなと。で、その中ね、この西浦の盗塁の時にね、まあ、ランナー一三塁で坂本がね、フォークボール、ワンバウンドブロッキング姿勢に行って、まあ投げなかったんですけども、あれはね、投げないで正解。あれね、下、雨でぬかるんでたし、ワンパンしてる、土がついてるかもしれない。しかも一三塁の場面でワンパンする可能性があるのに、スローイング姿勢に行って、それを後逸するキャッチャーっていうのも結構いるのね。だからあれはもうブロッキングで間違いない。しかも膝をついてブロッキングして、下が雨のぬかるんだグラウンドでボールが土に濡れてる可能性もあるっていうところで、まあ無理するとこじゃないんで、あそこは投げないで正解かなっていうところがあります。その後ね、このエスコアをしっかり抑えたかったなっていうところがね、まあもう一つ大きいところかなと。で、ピッチャーの能見に代わってね、7回裏荒木がバスターでホームラン、グッド。まあ、まるでね、元ライオンズの現ロッテの細川のようなバスターでホームランというところで、素晴らしい一発だったかなと。あと阪神はね、6回表ノーアウト2、3塁、坂本がね、ツーボールワンストライクからスクイズね、まあ、カットボール系ワンバン空振りして3塁ランナーアウトで、これね、2塁の棒はなんで3塁いかない、バーッとね、あれ3塁に行ってたら、ひょっとしたらね、ワンアウト3塁でもう1回チャンスってあったところがね、まあ点差が3対3だった時にここで無得点っていうところは非常に痛い走塁だったかなと。ちょっとタイマン走塁だったんじゃないのかなっていうね、バッと走塁でしたね。で、26時2対1っていうところで、ヤクルトスワレスね、動くボールを、まあ、持ち味に出すっていうところで、まあ、ちょっとね、制球良くなくて安定感ないかなっていうところはありましたけども、7回95球、3安打3三振、3四球、1失点っていうところでね、もうちょっとね、制球が安定すれば、もっとね、勝ちきれるピッチャーになれるのかなと。その中で村上がね、4打数2安打2打点1ホームラン、まあ、6回ね、勝ち越しホームランというところでピッチャー藤浪からグッとね、7回2アウト1塁ね、高山の、西浦ね、ショートフライエラー落として、で、一気にホーム回ってくるところね、青木がそれを見事にカバー、ホームへね、素晴らしいグッソーレで、その後ね、西田のタッチもグッっていうところで、まあね、一歩間違ったら同点っていうところになってたところね、まあ、青木西田がね、この西浦の守備のミスっていうところをね、しっかりフォローできたんじゃないのかなっていう素晴らしいプレーだったかなと。で、阪神はね、さすがにこの試合4安打、さすがに4安打ではね、なかなかきついっていうところで、まあ、藤浪がね、リリーフで2回34球、2安打3三振、まあ、無四球1失点、まあ、ホームランのね、失点のみっていうところになりましたけども、さすがに僕個人的には藤浪は
先発の方が生きるんじゃないのかなっていう感じはありますね。ちょっとリリーフで投げてもストライクボールねしっかり投げれるのかっていうところで若干不安視もあるし、それだったら、まあ、先発で5イニングでもいいからフルスロットルで行ってっていうところにねかける。でそしてね、まあ、今選手が少なくなってるんで仕方なく中継ぎっていうところもあるかもわかんないですけども、来季に向けて先発で使うっていう候補なんだったら、まあ、先発でねその能力を生かすために、練習するとか、あとは試合の中で何かを培って能力を上げていくっていう作業の方がねいいんじゃないのかなと個人的には思います。で27日3対9で阪神というところでね、阪神秋山もうめちゃくちゃコントロール力、まあ、本当に素晴らしかったかなと、まあ、6回84球4安打4三振無四球というところで2失点、まあ、4回ね2アウト2塁で3度がねグップレイダイビングっていうところでね守備の候補もありましたし、まあ、原口がね3打数2安打3打点1ホーマーで、小畑がね5打数2安打1打点と、まあ、小畑なんかねこの糸原木浪がねこのコロナ影響でね出場登録を抹消されてる時に、まあ、チャンスでもあるですからね、こういう、まあ、チームにとっては痛手ですけど、こういう結果になった時にそれで試合出れる人はチャンスでもあるですから、その中でチャンスをどこまで生かせれるかっていうところはね本人の来季へ向けてもね非常に大事な、試合になってくるんで、この小畑のね活躍っていうのは非常に素晴らしかったんじゃないかなと。あとヤクルトね7回表長谷川国でねまさかの5失点っていうところで、これはちょっとまさかかなという、でもこれでねもうジエンドっていう形の、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しの試合になりましたね。そして最後に、巨人対中日、25日8対4で巨人、26日3対2で中日で、27日5対1で巨人というところで、巨人の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、巨人は着実にマジックを減らして今週も5勝1敗で、中日は4勝2敗2位貯金1次 A クラス、もう今は DeNA と2ゲーム差で、2位阪神と 2.5 ゲーム差、この阪神 DeNA 中日が A クラス争いかなっていうところでね、まあ、どこが A クラスに残るのかっていうね現場の人たちはもうそこがもう目指す場所っていうところになってますけども、25日金曜日中日ね石垣3回表プロ初ホームラングッド、まあ、素晴らしいホームランだったんじゃないのかなと。で巨人はねピッチャーサンチェス、そして小林がね復帰後初スタメンというところでね初回1失点して、まあ、ドキドキだったんじゃないのかなと、いきなり出てね負けるわけにはいかないというところで、まあ、しっかりねでも勝ち切ったというところでね本人もホッとしてるだろうし、まあ、いい形でね試合に貢献できたんじゃないのかなというところもありますね。初回ね1回裏ノーアウト1塁ね、まあ、打球がね意外と伸びてセンターフライかなというところをね超えるあたりでね、これね人の名前書いてないけどこれ多分ね坂本のことだと思うんだよね。でそれで二塁ランナーね吉川がホームへというところで、このねグッソール同点だったかなっていうね、走塁も良かったし打球としてもね非常にいいバッティングだったんじゃないのかなと。で2回裏ね2アウト1塁で岡本がねホームラン、まあ低めのね打球を、まあ、そんなにね簡単な投球じゃなかったと思いますけど、それをしっかりね、ホームラン打てたっていうのはやっぱ岡本ねグッこう本塁打争いねどこまでどちらが勝ち切るとかっていうところはね、まあ、シーズン終盤に向けては興味深い記録であります。で中日柳ね、まあ、最短で交代2回6失点は、まあ、きついかなと。打線はね12安打もつながりなく1本出ずね4得点で限界というところでね、まあ、巨人がねしっかり勝ち越したっていうね。で26日2対3で中日というところで、中日ね福谷、木下、素晴らしい、配球だったんじゃないかなと。右打者にはねストレートツーシーム、インコースしっかり使って、で左バッターにもねまっすぐスライダーとインコースしっかり使って、この右にも左でもね、まあ、まっすぐツーシーム、まっすぐスライダー分かれますけども、しっかりインコースを使って内外のね幅をうまく使ったリードっていうのは非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。でその中ね唯一坂本だけはね外中心の配球だったっていうところで、まあ、しっかりね考えられた配球がね、福谷木下のバッテリーできたんじゃないのかなと思います。で7回にね2点取られてね同点になったけども、しっかりグッピッチング、勝ちはつかなかったですけどね、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。で8回ね木下勝ち越しのホームラングッと、でその9回松田の盗塁グッとアウトというところで、攻守にわたって木下の素晴らしい活躍っていうところもありましたし、でまあ7回以降はね祖父江、福、マルティネス、グッドリーフ、もう最強の中継ぎ陣でね今言ってもいいんじゃないのかなっていうね完璧な試合で、まあ、勝ち切ったかなと。9回松田の盗塁の時ね強打ちょっとねこけながらタッチってね危ないって、あれもしね逆にいいタイミングじゃなかったらこけてタッチできなかったっていう可能性もあるんで、若干そこがね見ててあって思いましたけど、皆さんはどう思いましたか。そして巨人ね、まあ、この負け方は仕方ないね、まあ、畑もね強打のね一発のみっていうところで、投球内容としてはね非常に素晴らしかったんじゃないのかなと思います。で27日5対1で巨人、戸郷がね1ヶ月ぶりの勝利、まあ、新人王にね前進というところで、森下とのね、まあ、一騎打ちかなっていうところで、このねしっかり勝ち切ったっていうところはね、まあ、大きかったし、まあ、1ヶ月っていうね、まあ、久しぶりの勝利になりましたけど、
ども非常にいいピッチングが、ね、できたんじゃないのかなと。あとね打線の方では松原がね左投手も苦にせず4打数3安打1打点というところでグッバッティングね。この左バッターをね苦にせず打てるっていうところはねやっぱりレギュラーとしての一番大事なところなんで、左バッターはねそういったところでしっかりね結果を残しているというところは非常に素晴らしいんじゃないのかなと。で中日はね初回ライト前ヒットで強打ライト前ヒットということでここがキーポイントね。でアルモンテセカンドフライ、ビシエド三振、高橋ピッチャーゴロで無得点。このね初回キーポイント、ここでね1点でも取ってたらひょっとしたら試合の流れは大きく変わったかなっていうところもありますから、その中でね 1,2 番でチャンスを作って、その後ねクリーンナップがノーヒットっていうのは非常に痛かったかなっていうね戦いになりましたね。で5回2アウト1塁でね坂本申告敬遠で岡本にライト前ねピッチャー又吉に代わってっていうところもね、これもまあ結果論ですけどね、ピッチャー交代がね失敗になっちゃったかなと、松葉でも良かったのかなと、まあ、結果論ですけどねっていう試合展開になって5対1でね巨人の勝ち越しになりましたというところで今日終わり。さあということでもうね巨人はね優勝へのロードです。なんでもないようなことがです、ロードを歌ってみました。はい、ロードです、もう優勝までのロードです。はい、ということで今週の注目ポイントは阪神対中日甲子園3連戦、これだね。ここで一気に中日が A クラス入り可能になってくるんで、まあ、大野が投げると思うんでそこでしっかり勝ち切れるかどうか、このね大野をね逆に阪神が打ち下せれば一気にね A クラス確実になってくるし、この中日はね A クラス入りにかけては今週のね阪神3連戦非常に大事かなと。 DeNA 今日広島とありますけども、でヤクルトとっていうところで、ね、今最下位のヤクルトにしっかり勝ち切れることで A クラス入りっていうところで、まあ、このね阪神中日、DeNA のこの A クラス争いっていうところが非常にもう面白みが増してくるかなっていうところで、特にね阪神12戦大野次第っていうねこの対戦を注目したいと思いますね。逆にパリーグは、ソフトバンクが楽天と、でロッテが日本ハムで西武がオリックスとっていうところで、まあ、西武とねオリックスの、好調打線の勝負っていうところでね、どういう試合展開になるのかっていうのも面白そうですし、あとソフトバンク楽天ね、もうこれ楽天がもし負け越したらもう楽天はジエンドっていうところでもう完全にねもうソフトバンクとロッテのマッチレースになりますし、まあ、楽天がねここで勝ち切って日本ハムとロッテがねどうなるのかっていうところで、まあこれもうね一日一日が非常にどうなるか分かんないパリーグの面白いところ、まだねクライマックスシーズン争いも楽天と、まあ日本も厳しいね残り試合、まあでもこのねロッテに3連勝すればひょっとしたらね、ひょっとしたらっていうね目が出てくるっていうところで、まあ楽天日本はねソフトバンクロッテに3連勝ずつすれば非常に面白い展開にパリーグとしてはなってくるっていうところで、どうなってくるのか明日特に火曜日ね頭をどっちが取るのかっていうのは非常に注目してみたいと思います。というところで最後にベストラインいきます。セリーグからピッチャー中日大野、奪三振タイトル取れるか、捕手中日木下、神様はちゃんと見てくれてるよ、ファースト巨人中島まだまだ若いね、セカンドヤクルト山田トリプルスリー、サード DeNA 宮崎、浜野プーサ、ショート巨人坂本キャプテン、レフト中日アルモンテ、 A クラス入りあなたが打てるかどうかかかってます、センター阪神近本2年目のジンクス全くなし、ライト阪神糸井、超人特別賞 DeNA 上茶谷、東洋大学、だんだん一言が雑になってくるっていうね、これ考えるのも大変なんです、はい、さあパリーグピッチャーオリックス山本グッピッチ、キャッチャーオリックス伏見トライ、ファーストオリックスモヤ、今まで何してたの、セカンドロッテ中村、優勝あるかもね、サードオリックス福田周平、やばいオリックスばっかりになってる、ショート西武源田、バッティングがグッ、レフトロッテ福田周平、ダブル周平がベストライン、センター日本ハム西川、タイトル確実になるか、ライト日本ハム太田、勝負強い DH 楽天浅村、ロッテ戦のみ大活躍、西武戦はノーヒット、でもその大活躍だけでベストライン、特別賞オリックス T 岡田、全打順ホームラン、もう一人オリックス吉田、首位打者なるかというところで、オリックスが強すぎるのでオリックスの選手が今回は多めに選ばれました。